どうも皆さん、おはようございます。ターベール手形の魔法を見せつけて害悪龍です。さあ本日はですね、 KC カップのファーストステージ突破デッキシリーズでございまして、私のチャンネルではですね、いつも環境外デッキで突破したデッキを主に取り上げておりましてですね、今回は矢戸さんという方、見事ですねエレキデッキで KC ファーストを突破されましたと。結構しかも早くて、突破した報告を受けたのが本当に KC 始まってなんか1日か2日後ぐらいだったと思うんですよね。かなり早めに突破していたと思いますんで、かなり強いと言っていいと思います。しかもこれ使っていいなんですけども、めちゃめちゃ楽しいですね。そのエレキデッキってこれ何やるかっていうと、エレキって顔面ぶん殴るデッキなんですよ。そのダイレクトアタックをめちゃくちゃして、その相手のモンスター無視して、ま、飛び越えてぶん殴っていくっていうデッキなんですけど、関係ないんですね、相手の強いモンスターが。だからそれがすごい良くて、でこれどうやって戦っていくかっていうと、エレキエンコブラ と、エレキリンでひたすらにダイレクトアタックをかますというデッキに、なっております。ね、どうやってなんだろうな、そのアドバンテージを稼いでいくかっていうと、このエレキエンコブラっていうのがダイレクトアタックに成功するとなんかデッキからエレキ持ってこれるっていうのがめっちゃ強い効果を持ってるんですよ。だからこれでなんかそのこの辺を持ってきたりね、構図が持ってきたりとか、あとシンプルにそのサンダーシーホースっていうこのモンスター手札から捨てると、無印のサンダードラゴンみたいな感じで、デッキからイカ実力を2個持ってこれるよっていう効果を持ってるんですよ。だからこれでこの辺持ってくると、でひたすらダイレクトアタックしていく。でじゃあどうやってライフとか、まあ、モンスター守るかっていうと、もうホーリーライフバリアとかレインボーライフとかこの辺の、まあ、手札を一枚捨てる強い耐久できるカード、これを使ってエレキングコブラとか、エレキリンを守り、でひたすらにぶち殴っていくと。でたまにエレコンでね、相手のモンスターパクってぶん殴るってこともしますけど、で若干やっぱ足りないってことなんですよ、そのライフポイントが削りきれないみたいな時に、やっぱね役に立つのがね闇のゲームっていうね、素晴らしいですね、このデッキ使ってましたけど、これめちゃめちゃ強いわ。多分これエレキかなりめちゃめちゃ強いっていうのと、やっぱねポイントはね、やっぱりねうざいんだよね、このデッキ結構うざいんですよ。ダイレクトアタックかましてくるデッキってダイレうざいじゃん。それが俺にも合ってるかなと思って、 KC カップ今回はちょっとこれ使わせてもらって突破しようかみたいなこと思ってるんですけど、早速ちょっとね、外役、顔面ぶん殴りデッキでね、KC カップを戦っていきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、海馬社長をよろしくお願いします。いくぜ。まあそこそこ強いぜ。これ BF か、ちょっと若干あれだな、BBC がちょっとブラックバードクローズっていうね、やべえカードがあって、あれでちょっとエレキングコブラの効果無効にされてなんかぶち殺されるってのはちょっとやばいですけど、エレキングコブラがそのダイレクトアタックに成功するとなんかエレキ持ってこれるんですよ。これの効果めっちゃ強くて、その後続を用意できるプラスコストが用意できるっていう、一不正召喚クリス松村、クリス松村ゲイラーオッケー、なるほど。お龍一、これもうちょっとこれ、まあ旋風ないからまだいけるけど、どういう感じなんだろう。千鳥オッケー、千鳥もオッケーいい。セットなんだろうな、骨砕か、ちょっと闇のゲームで200ダメージオッケーで、ドローカードスノロケ光りますか、光ります。あ、コズミックサイクロンだね、多分コズミックサイクロン。まあ BBC ないんだったらとりあえずエレキンコブラ召喚していく。レインボーライフ、こっちは1枚、まあ1枚伏せましょうか。あ、1枚じゃない、2枚。2枚伏せて1枚除外されて、1枚飛ばされてもいいっていうパターンね。でとりあえずなんかよくわかんないから効果読んでる。よくわかんないカード来たぞ。さあ、会話よくわかんないカード来たぞ。バトル行くぞ。いけ、あいつを無視して攻撃しろ。いけ、やつを無視するんだ。おやよし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 、いいぞ、歌うじろだ。さあ、コズミックサイクロか、そのカードは。なんだ、温存か、コズミックサイクロいいだろう。コズミックサイクロンでこの線削ってくれるのありがてえんだよ、結構。これ結構ありがたいのよ。このコズミックサイクロンで線削ってくれるってことは、これ一回攻撃しなくていいってことだから、こっちは。意外といけんのよ、もう。これだって、あ、手札2枚でしょ、手札2枚。これレインボーライフで耐えて、1200。いや、これ勝ったんじゃねえもん、さすがに。1900に3400でぶん殴ってきても別にいいよ。ねえ、それも別にいい。それも別にいいや。でゲイルも別にいい。ザテン下げんのも別にいい。問題はない。
全く問題ない。で、これシンクロしてくれれば墓地にカード溜まるんで、ですね、だ次のターン俺耐えればいいんだ。つまり4000になったやばい、やばすぎる。で、雷切り来た。で、雷切り効果でこれどっち飛ばしますかと、どちらを飛ばしますかという話。雷切り効果でどっち、あ、そっちなのね。じゃあ使うしかないか。レインボーライフ発動。そう、殴ったら回復するぞ。殴ったら回復するけど、お前それほっといたらまた顔面ぶん殴られるぞ。カイバー。やばいんじゃないか。殴っとかないと。殴っとかないとお前死ぬぞ。まあ、どっちにしても死ぬんだけどな。さあ、カイバー社長困っております。殴りません。殴らないのプレミじゃない、殴らないはプレミでしょ。まあ、どっちにしてもプレミだけど。で、カードを1枚セットする必要性すらない。対戦、ありがとうございました。モンスター無視、顔面ぶち殴り楽しい。さあ、お相手の方、ワキペロさんじゃないですか。ワキペロさん。ワキの下。スタートアップマジシャンガールズか、意味わかんないスキル発動されたわ。とりあえずあれだな、マジシャンガールめっちゃいるってことだな、手裏に。はいはい、クインテッドパターンですかね。ベリーマジシャンガール召喚。ベリーマジシャンガールの効果は発動。さあ、なんかマジシャンガールモンスターを持ってくれるぞ。あんまりね、魔法カードそんなないんで、まあ、サイマジとか立っても別にいいです。そんなに気にしません、私。サイマジとか立ってもいいし、まあ、別にな、召喚獣とかでもそんなに痛くないかな。あんまり。まあ、レインボーライフっていうね、最強カードあるんで。で、さあ、つなぎがめちゃくちゃ光る。でもね、マジシャンガールってなんか緑色のさ、なんかキウイだっけ、あいついるからわかんないね、その時。なんか無限に光るんだよ。わかんねえんだよ。で、エレキングコブラで、まあ僕はぶち殴っていくしかないんですよね。さあ、エレキングコブラを召喚していく。さあ、最強のエレキモンスター、エレキングコブラ。このモンスターは、なんとダメージを与えるとエレキを持ってこれるぞ。デッキから。最強だぞ。これリンクスだからだよな、これ強いの。絶対これ8000があったら削り切れる気しないわ。これ4000やと結構いけんだよね。でハリムシいいんですか、そんなに肥やしていいんですか。なんか闇のゲームのでもあっちからマジカライズフュージョンあんのかな。マジカライズフュージョンあるんだろうな多分。とりあえず闇のゲームで僕が100のダメージを受けていく。とりあえずですね、1枚伏せでもよかったかもしれないですね。だから、ちょっとクインテッドマジシャンが1枚来る可能性結構高いと読んだら、実際、まあ、でもコズミックサイクロンとか伏せられてるとちょっとめんどくさいんで、若干それ難しいんですけど、ちょっとね、マジシャンガールむずいのよ。なんでかっていうと、砂時計がわかんないから、そのキウイが、ほら、いたでしょ、キウイ。わかんないのよ。マジカライズ、マジカライズ来た、マジカライズ来た、マジカライズ来た、ホーリーライフ意味ない。レインボーライフだね。レインボーライフでエレキンコブラ捨てだな。それしかないか。それしか、まあでもそうでもないか。言うて、まあこの、なんかその、タツノトショーでもいいけど、まあいいや。クイーンテッドマジシャン召喚、特殊召喚成功時効果発動。相手のフィールドカードすべてぶっ破する効果にチェーンし、レインボーライフ発動。さあ、レインボーライフでエレキンコブラ捨てて、このターン、俺様は、攻撃されたら回復するぜ。さあ、殴れんだろう。クイーンテッドマジシャンよ。まず一回耐久で、あの伏せカードが何なのかって話だね。あとはね、あの伏せカードが何なのかという話。さあ、殴れない。さあ、闇のゲームで500のダメージいいよ。500の大ダメージきた。エレキリン OK で、これ一回エレキンコブラ召喚していく。光らない、光らない、ここは光らない。 OK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  で、次500番500ダメージ。だから、クリボールで耐える、2体で殴る、どっちか防がれても OK、OK。さすがに勝った。さすがに勝った。絶望のボール投げてやるよ。遊戯王がドッジボールだということも、分からしてやるぜ。さあ、5位。クリボール めちゃめちゃ強いわ、このデッキ。全然負けねえもん。このデッキ強いの笑うな。このデッキ強いのマジデュエルリンクスって感じしない、これ。これデュエルリンクスって感じするよな。こいつセットして、セットして、まあ、セットします。罠が強いみたいなとこありますけどね、もちろんね。もちろん罠が強いっていうのはある。だからね、結局ね、今ね、環境にね、カラクリとかめっちゃ多くてね、フォトンケーブルス、やべえやつきた。サイバネティック
ック、フュージョンサポート、やばい。俺このターントラップ使えない。このターントラップ使えない。あー、終わった！つえーつえーつえーわ。フォトン・ケルベロスマジで強い。誰？誰？自転車来たんだけど。どういうこと？ちょっと待って、どういうこと？何が起きてる今？